宗像志功記念館は、青森県青森市松原にある、版画作家、宗像志功の作品を展示する博物館である。宗像の文化勲章受章を記念し、その業績を長く伝えるため、青森県、青森市を、はじめ、各方面の協力のもとに1975年11月、開館した。運営は、一般財団法人、宗像志功記念館。あぜくら造りを模した建物は、地旋回遊式の閑静な日本庭園と調和が取れた形となっている。宗像志功の代表作、釈迦十大弟子等の版画を展示するほか、和画、油絵、書など多数の展示があり、特に初期の代表的作品のほとんどを収蔵しているのが特徴である。少数の作品をじっくり見てほしいという作家自身の意向により、展示室の広さは抑えて作られているが、年4回程度作品の展示替えを行い、多岐にわたる作品群を展示している。2012年7月には鎌倉市にあった宗像版画館と合併し、497作品1112点が移管された。これにより、所蔵作品数は一気に3倍以上の1900点余りに増え、国内最大の宗像コレクションを持つようになった。正面道路には平和公園、東央学園高等学校、NHK 青森放送局、青森市中央市民センター、青森市立堤小学校などの施設が立ち並んでいる。隣には青森市民図書館があったのだが、青森駅前の再開発で青ヶに移転された。所在地、青森県青森市松原2丁目1-2、青森シャトルでルートバスねぶたんご運賃。一律200円均一。ありがとうございます。